疲れ様です、ナミさん。昨日ね、私のトランザムが車検で埼玉の方に、持って行かれました。埼玉から広島まで陸送で、だいたいね、往復で35万するんですよ。それから特殊車両になりますから、車検代もちょっと高めで、まあそうですね、まあ安くても60万、70万くらいになるのかなと。前回は100万円超えましたからね。で、車検にもね、そのぐらいのお金がかかるんですけども、やっぱり信頼してるところにお願いしようと思ったら、多少のコスト高はやっぱりね耐えていかなくちゃなというところでございます。ところで昨今ダイハツの全車種出荷停止っていうニュースが今ニュースとしてね世間を騒がしていると思います。私も騒いでます、まあ、騒いでるってことでもないんですけども、いや本当にねひどいですよね。大手自動車メーカー自動車販売店さんがこうやった組織ぐるみの不正をしていて、もしくは組織ぐるみじゃないにしてもチェック体制が全く機能してなくって、そのツケを消費者に押し付けているっていう点、ビッグモーターっていうね件もひどかったですけども、あれも最近はね忘れられたっていうかね、どこに行っちゃったんでしょうかみたいな感じで、もう私たちの関心事ってのは次に移ってしまうというところがあると思います。まあ最近の自民党の裏金もそうですけどもね、なんか私たちは不正ばかりをやっている大きな組織になんか囲まれて、それでも正直にやっていこうとする国民、私たちですよね、消費者、まあ、この狭間で苦しんでるのかなと思いますね。まあ自民党の裏金なんてのはひどいですよ。インボイスを無理やり通しといて、で、零細事業者さんにはね1万でも多くむしってやろうで、払わなかったら国税が入ったりとか厄介なことになるわけですよ。でも自民党に関しましては修正申告で終わりと、5億だろうが10億だろうが組織ぐるみで長年やってようが不問になるというね、なんとも怒り心頭な部分でございます。まあその喜怒哀楽ってのはおそらく潜在意識なんでしょうね。こいつは許せないみたいな感じになったりとか、あこれはすごい嬉しいなとかね、潜在意識で、あこの人に対してはちょっと喜びの笑顔を向けた方がいいなっていう風な打算をしてるわけではないですからね。やっぱ心で動く部分、本能に根ざす部分が潜在意識なのかなと思いますよね。まあダイハツのこの不祥事ってのは何が起きたのかはっきり言って私よく知りませんけども、まあ、とにかくなんか悪いことやってたんでしょっていうことで、よく知らないけどもムカムカっとくるね、あれが潜在意識なのかなと思います。だからメディア操作されやすいのかもしれないですよね、だから1の歌詞を10ぐらいに広げて報じるニュースにもう脊髄反射しちゃうみたいなねそんなところが私たちにあるのかもしれませんね。はい、じゃあナミさんね、冬の時期っていうのはパソコンがちょっと調子悪くなるっていうのは今までのお付き合いでなんとなく知るところでございます。あったかく過ごしていきましょう。それではありがとうございました。